リンデンはアメリカ合衆国ニュージャージー州ユニオン郡にある都市である。ニューヨーク大都市圏に属しており、マンハッタンからは南西に約13マイル、スタテン島の向かい側にある。2010年国勢調査では人口4万499人となり、ニュージャージー州第52位だった。リンデンは当初1861年3月4日にエリザベス・ラーウェイ。 ユニオンタウンシップの一部からリンデンタウンシップとして形成された。このタウンシップの一部が1871年3月14日にクランフォード創設に、1882年3月30日にはリンデンボロ、1894年12月20日にはローゼルに使われた。リンデンそのものは1923年11月8日に行われた住民投票の結果に基づき、 1925年1月1日に、ニュージャージー州議会の方により、リンデンタウンシップとリンデンボロを合わせて、市として法人化された。リンデンは、北緯40度37分31秒、整形74度14分16秒、北緯40.62523度、整形74.237823度、40.62523-74.237823。 に位置しているアメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は11.407平方マイルであり、このうち陸地10.675平方マイル、水域は0.732平方マイルで、水域率は6.42%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 1974年の林ン林ン,ン,ン氏は、ニュージャージー州議会が定めた市の政府形態をとっており、一人の市長と11人の委員による市政委員会が統治している。市全体を選挙区に選ばれる市長と市政委員会委員長の任期は4年間である。委員会の他の10人は、小選挙区から選ばれ、任期は3年間、毎年2人あるいは4人が改選される。 ジョンティ・グレゴリオは2006年12月31日までの連続ではない30年間、林ン市長を務めた。その間には、重罪で有罪となり、後に恩赦を受け、二期市長から遠ざかった期間もあり、繰り返しスキャンダルに悩まされた。林ンは、アメリカ合衆国会ニュージャージー州第10選挙区に属している。衆議会では、第22選挙区に入っている。 ユニオン軍は9人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。軍全体を選挙区に、党派選挙で選出される。任期は3年間である。毎年3人が改選される。毎年1月初めに開かれる、委員会で、その年の委員長と副委員長を互選する。軍マネージャーが指名され、日々の運営管理を行っている。2011年3月23日時点で、 林ン氏には有権者が2万1498人登録されており、そのうち1万1831人は民主党1319人は共和党8339人は無党派だった。他の政党で登録したのは5人のみだった。2010年の統計では市民の53.1%が有権者登録し、 18歳以上では67.9%だった。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のバラク・オバマが総投票数15,303のうち11,213票、73.3%を獲得し、共和党のミッド・ロムニーは3,814票、24.9%、その他の候補が135票、0.9%だった。 登録有権者数は22,753人、投票率は67.3%だった。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のバラク・オバマが総投票数16,142のうち1728票、66.5%を獲得し、共和党のジョン・マケインは5,037票、31.2%、その他の候補が162票、 1.0%だった。登録有権者数は22,266人、投票率は72.5%だった。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のジョン・ケリーが9,222票、64.0%を得て、共和党のジョージ・ W ・ブッシュの4,966票、34.4%を上回った。 その他の候補は116票、0.8%、登録有権者数は2596人、投票数14419票、投票率は70.0%だった。2009年ニュージャージー州知事選挙では、民主党のジョン・コーザインが5429票、57.8%を獲得し、共和党のクリス・クリスティの3272票、 34.8%に勝利した。独立系のクリス・ダネットが452票、4.8%、その他の候補者 H が98票、1.0%だった。登録有権者数は2万1742人、投票数9390票、投票率は43.2%だった。市内の公立学校は、林連公共教育学区が運営しており、 幼稚園前から12年生までを教えている。2010年から2011年の教育年度で、地区内には11の学校があり、小学校8校、中学校2校、高校1校である。林田市内は、アメリカ国道1号線と、同9号線の合流道路、とニュージャージー州道27号線が通っている。自動車専用道路としては、ガーデンステートパークウェイが、 市境会の西約500フィートを通っている。週刊高速道路278号線の生端であり、この道路はニューヨーク市の5つの区すべてを抜けている。ニュージャージーターンパイクは市の東部を南北に抜けており、エリザベス市との市境会にある出口に向かう道がいくつかある。公共交通はニュージャージートランジットが担当しており、エリザベス、パースアンボイ、 ニューアークに向かうバス路線がある。系統番号112と115のバス便はミッドタウンマンハッタンの港湾局バスターミナルと往復している。系統番号62と94の路線はニューアークに向かい、系統番号56と57は市内を走っている。ニュージャージートランジットのニュージャージー海岸線と北東海路線のリンデン駅から北はニューアークペン駅。 セカーカスジャンクション駅、ニューヨークシペン駅に、南行きはトレントン交通センターに行くことができ、それらからさらに他の線に乗り換えできる。リンデン空港は小さな一般用途空港であり、市の東部アメリカ国道1号線沿いにある代替空港である。1942年にアメリカ海軍のために建設され、グラマン海4海、ワイルドキャットの開発と試験に利用された。 第二次世界大戦終戦後にリンデン氏に移管された。ニューアークリバティ国際空港は約15分の距離にある。リンデン氏の東部はアーサー・キル沿いにあり、船舶が航行可能な水路なので、ニューヨーク・ニュージャージー港の貨物輸送に重要な役割を果たしている。エリザベス氏と共に、この子フィリップスの米ウェイ生成所があり、ニューヨーク州とニュージャージー州の地域に、 石油製品を供給している。石油生成量は1日23万バーレルであり、東海岸では第2位、国内でも25位以内に入る大きな施設である。20世紀半ば、リンデンにはリーガルレコードとデラックスレコードの本社があり、20世紀後半にはスプリングボード、インターナショナルレコードがあった。 1937年から2005年には、ゼネラルモーターズの林電組み立て工場があった。この工場で、オールズモビル、ポンティアック、ビューイックなどの車種を生産したが、第二次世界大戦時には、航空機も生産した。2008年春の時点で、100エーカーを7650万ベイドルで購入したデュークリアルティコーポレーションの再開発のために、建物の大半が壊されてきた。 西のラーウェイトの試作会には世界最大級の薬品会社メルクカンパニーがある。2003年、この地での100周年を祝った。2008年のミッキー・ロークの映画レスラーのいくつかのシーンは林伝で撮影された。この映画はアカデミー賞のいくつかの部門にノミネートされた。ありがとうございます。